夜1、その残月が常時開放型の残白塔だということには気づいておるか？これに対するみんなの反応を見ていくぜ。気づいておるか？そんなものは存在しない。ヤックンの常時開放型の知識夜1さんに聞いたのかな？存在しないが形変わらないでクソ強い残白塔の区別は必要じゃろ。おっさんと白いのはどう思う？何それ、知らん。小説のだけど挽回ウロザクロは常時解放型と言ってもいいんじゃないか。あれは残白塔側が自分の意思で解放し続けてるから、それもちょっと違う気がする。存在しない云々も明言というか確証があるわけじゃなくて、白夜が勝手に存在しないのかもしれんなって思っただけだから。そもそも過去に存在してたのかね。夜一さんも全貌を知ってるわけじゃないのが立ち悪い。まるで夜一さんが何か知ってるみたいじゃん。ヤマジーですら二体一刀の残白刀を信じてるからな。オーエツはちゃんと周知させろや。残白刀が言わないで言って言ってそう。そうそう、出たり入ったりできるもんじゃないんだわよ。野ざらしについてもオーエツは絶対知ってるもんな。割と残白刀たちはお互いの事情知ってるの面白い。そりゃ同僚だからな。風死にが残月と野ざらしが割とイレギュラーな存在なの認知してるの何か面白いよね。本人たちは真面目に事実を喋ってるつもりだよ。実際にはそれが事実じゃないだけで。夜一さんはブレインの裏腹がついてるけど、情報を聞いてるのか聞いてないのかだけじゃなく、話を聞いてなかった可能性まであるのが。ソースは裏腹。混乱のもと。裏腹もイチゴについてどこまで知ってるか怪しいし、常時解放型ってカテゴリーができるくらいには今までも存在してたはず。お兄様がいや、そんなのないのかも。ってくらいには実例はない。ジジイの挽回すら知らないくらいには若いからな。花天胸骨に関してはそもそも残白刀が残白刀を生むって何？ってなるし、基本的にナレーション使わないから、その発言した人が勘違いしてたか嘘言ってただけですってので、通用しなくもないのがすごい。本当は常時解放型なんてないのかも。に関してすらそうだからな。ほぼ誰も全容を把握してないのに自信満々ってのは割と斬新。そのせいで読者すら混乱する。現実で俺らがやってるのもそういうことだと思うんだわ。未来の人が今の世界を見てこいつら間違ってることを偉そうに語ってんな。って思われるだろうしね。どいつもこいつも。そうかもなーってレベルの情報を断言口調で話すのが悪いよ。作中一番正確な情報を知るであろう人物は意図的に黙るし、騙すからもうぐちゃぐちゃよ。誰も彼も全貌は知らないのに知ったつもりで喋るし、なんなら嘘つく。近所のフルブリング能力は変化しないってのも月島に挟み込まれた記憶の嘘っぽい。野ざらしがそう思われてたからイチゴもそうじゃないかってだけで、それより過去にはなかったんじゃね。ちゃん一適当なこと教わるか教えてもらえないかのどちらかだからすげえぜ。実際に知識と実力は確かな上に、張ったりも得意な愛禅とかあまりにも混乱のもと。明確に騙そうと嘘ついてる奴はいなくない？ごまかしときたいことは多いんじゃね。今回の地獄送りとか。世の断りを正確に知ってる人間は今の世の中でもいない。ライターで火がつくのも素粒子レベルで、何が起こってるかは語れないもしないだろう。多分知らんけど。やっぱソウルソサエティってクソだわ。私が天に立つ。お前も適当なこと言いすぎだろ。でも自信満々に断言されたら信じちゃうだろ。はい。そのような矮小な挽回など存在しない。奇遇。万字をつけてや挽回だろ。霊圧制御できてると塔小さくなるって言ってたじゃん。この発言は残月のおっさんにとってショックだった。なんかバグってたり、そもそも残白塔じゃないのが視界状態から戻らないのを常時解放型として認識されてたのでは？過去にもそういう例はあった可能性はあるけどな。言葉は真実を覆い隠すためにある。は禁言だと思う。真実が複雑すぎて分かっても説明できないまであるからな。誰もちゃん一のこと真に理解できてないのに理解してると思ってる人が多すぎる。本人たちですら曖昧すぎる。とりあえず万字をつけて。これは伸ばしたらこれになるのではないか？アニメだとここから万字になるところがあってて笑う。5倍から10倍じゃし、軌道で殴れば7、8倍出るだけじゃし。カズイ君の残白刀は最初から万字ついてるのは誰の影響？父親かな。父親の刀を見たことあって、そのデザインをパクったとかかな。兄様も最終的に天差残月を挽回として認識したのがひどいよ。千本桜慶忠に対抗されたらそりゃ認めるしかないだろ。是非で言うなら多分挽回だろうし。しゃあないでしょ、挽回って言ってるし。何か強くなってるし。
自分の挽回も大概だろって話になるし、そやまあそういうのもあるんだねが落とし所になる。なんなら夜市さんがザラキケンパチと面識がない。残白刀を見かけ小さく抑えてスピードアップさせてるな。こいつスピード落ちてきてるな。どういうことだ夜市さん。何を説明してほしい？全部だよ。洗いざらい説明してやれキス系。ほぼ正解に近い浦原さんですらあまりよくわかってない節がある。わかってたらちゃん一のホローカの主要的外れだから助言くらい普通はするからな。現実でも知ったかぶりを断定口調で話す人多いけど嫌い。そんな私は何を話しても曖昧口調になる。よくよく考えると挽回月がもホワイトさんが初使用なのひどい。小説版含めるとジョージ挽回型とかいう変なのまであるからな。あれは戻らなくなっただけなんじゃ。ちゃんと把握してそうなのを小含むゼロ番体くらいか。歪んだ情報しか伝えなさそうだけど。残白刀がちょっと自由すぎる。残月のおっさんっつうか陛下は残白刀の司会のシステムすら知らないで戦争してたのかよ。そや山爺に負けるわ。月がはため技じゃねえぞ一号。そもそも挽回の絶対数が少なすぎて法則も何もわからないのが悪い。一番一号のこと知ってるのは過去と未来を見てる優派ばっは。でもそもそも一号の残白刀ってルキアが持ってたやつじゃん。今のルキアの残白刀2本目じゃないの。最初にルキアが使ってた時は何だったの？ちょっと違う。ルキアの刀そのものではない。だからお前例外ねえって大越さんが言ってた。ケンパチ司会ですらなかった。っていうか残白刀は例外が多すぎるっていうか、切ったコンパクをソウルサイテに送るって機能以外みんなできることが違いすぎる。夜一さんは残白刀使わない方が強いからって素手で戦ってるくらいなのにな。なんでこんな詳しいふりをしちゃったのか。読み返すと夜一さんは大概当てにならない。この中から一本だけ正解選べってやつ。挽回デザインコンペだったのかな。デザインがひどいのが多いしな。耐久テストも兼ねてると思う。最終章ラストまでの残月以外は全部雰囲もんです。お気づきになられましたか。ケンパチはジョージだからおかしいこと言ってなくね。のめ、のざらし。あれ挽回じゃないの。あれは視界で挽回したら体が持たなかったよ。通常があのノコギリみたいな形。視界で斧になって。挽回すると矢チルが出てきてバーサーカーになる。挽回に会合はねえよ。ケンパチの挽回は挽回のようで他の何かなのかもしれない。ケンパチが養生を生んだのが悪いところはある。ケンパチは刀剣解放に近い。ヤチルが謎すぎるからな。ケンパチはなんかスタークと似てる気がする。ヤチルとリリネットの存在が。ケンちゃんの話するにはまず草獅子の方のヤチルを整理しないとどうにもならないからな。お前どこから来た。ケンちゃんが持ってた刀を指すが何も間違ってないんだよね。なぜか生まれたふるさとの記憶がある。ケンパチのあれそもそも残白刀なの。朝打ちでもねえだろあれ。拾ったなんかとしか。初めっから下駄帽子が全部説明しろ。